この箱すでに高橋三兄弟一点、入場ゲート前には高橋兄弟の旗が登場を今かと待っています。これが最後の試合です。僕の引退試合ではイナロクボックスは狭すぎましたね。今日負けて引退はできません。大戦友とガチで試合をするところ必ず KO 勝ちをします。NKB で一番倒すか倒されるかを体現した男、高橋三兄弟長男高橋一馬。将来の目標は一生次男ともしなきゃいける。まずは第一次キックボクシングで NKB の舞台で最後の輝きを見せます。仲間たちに見送られて、兄弟に見送られて、友の祭リングへやってきた高橋一馬。さあ竹村さん、いかがですか、はい、この雰囲気。